はい、ガレージライフの高橋直樹です。 ETC のカード使うたびに入れっぱなしにした方がいいのか、その都度 ETC の謝罪機から ETC カードを抜いた方がいいのかというお話をいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。この ETC カードなんですけれども、皆さん入れっぱなしにしてますか？ ETC カードはこの謝罪機に入れたままですね、エンジンを切ると ETC の車載機からですね、 ETC カードが残っていますみたいなアナウンスね、抜き忘れてますよっていう音声が、普通の設定であれば出てきます。まあ、それでね、あ、残ってたと思って抜く方もいれば、ずっと入れっぱなし、まあ、そのアナウンスが流れてもいいからっていうことで、いちいち抜くのもめんどくさいしっていう方もいらっしゃると思います。まあ、僕もどっちかといえばそういったタイプなんですけれども、じゃあどうなのかというお話なんですけれども、まずこの ETC カードについてなんですけども、この ETC カードの、まあ、耐熱性っていうのは、熱に強いかといえば熱に弱いんですよ。そうですね、真夏すっごい暑い時って車の中っていうのはもう外と違ってもっと暑くなるんですね。50度60度という温度になると言われておりますけれども、このカードに関してはですね、まあ、約50度を超えると ETC カードが変形してしまうという恐れがあります。ということでね、まあ、その変形したカードを ETC に入れる、もしくは入れっぱなしでこれが変形してしまうといった場合には、ここのチップの読み取りっていうところがね、できなくなったりします。まあ、このカードがね、こう極端に言うとこう反った状態になりますからね。ということで、ここ読み取れなくなってしまうということで、そうなるとその ETC のゲートで、通信ができなくなったり、あとそれだけじゃなくて無線の出力が弱くなるっていうこともあるんですよ。パワーが小さくなってそのアンテナの通信ができなくなるっていうこともあります。なのでいい時もあるしダメな時もあるという症状になったりするんですよ。まあ、この ETC に限らずですね、まあ、プラスチック製品ですよね、まあ、クレジットカードとかもやっぱり熱には結局弱いことですから、カード自体がまず熱に弱い、プラスチックなんで熱に弱いということと、あとそれ以上にですね、この IC チップが、まあ、さらに弱いんですよ。ここのチップが、耐えられる温度っていうのがだいたい45度から50度くらいと言われております。だからこのカード自体よりこのチップの方が実は弱いんですね。ということはですよ、この ETC カードの IC チップの作動の保証温度っていうのは、まあ、それぐらいなんで、どこに置いてもダメになるぐらいの温度ですよね、真夏だったら。それがですよ、ダッシュボードにポンと置いてたら、もうさらに致命的なダメージを、受けるということになりますよね。じゃあこれ入れっぱなしにしてたらどうかっていうとですね、これも同じなんですよ。結局その車内がそれだけの温度になるということと、このチップが熱に弱いということで、まあ、これは良くないということなんですけれども、じゃあETC の車載機はじゃあどうなのっていう話になると、 ETC の車載機はもともとその車に搭載するっていうことがもう前提で作られております、当然。ということで、まあ、その車載機に関しては、まあ、ある程度の高温でも耐えられる作りにはなっております。ただ、まあ、いくらね耐えられると言っても、もう車の室内の真夏の猛暑の温度っていうのはもうすごいですから、もうダッシュボードに置くタイプなんかっていうとね、特に熱の影響はすごく受けます。車内がだいたい50度くらいですと、ダッシュボードの上っていうと80度近くなるんですね。まあ、そういうことも考えますと、やっぱりその ETC の車載機にも結構なダメージがありますよね。やっぱり故障する場合っていうのもあるわけですよ。実際に僕もですね、 ETC の車載機、車載機が壊れないだろうなって思ってたんですけど、今まで2回ほどですね、車載機が壊れております。ただその1回がですね、僕もこれ抜き取るっていう癖がなかったから、カードが怪しいかなって思ったんですよ。だからそのカードを1回取り替えたんですね。そしたら一度は良くなったんですよ。一度良くなって、読み込みもちゃんとアンテナも反応するようになったんですけど、ただやっぱりいくらか時間を置いたらですね、また同じ症状になったんですね。じゃあこれは機械もダメになってるなということで、
あの時はおそらくこのカードと車載機どっちとも不具合があったということになります。だからやっぱり入れっぱなしっていうのは熱に強く作られている車載機も値を上げるっていうぐらいな場合があるので、それにカードを入れっぱなしっていうのはもうカードは致命的にダメージを負うということになります。特にダッシュボードに置くタイプの車載機ですと、いつダメになってもおかしくないという状態ですよね。じゃあその ETC カードとか ETC 車載機をできるだけ、夏のね猛暑の暑さから守るにはどうしたらいいのかということになるんですけれども、まず ETC カードに関しては毎回抜き取るということが大前提です。まあ、これが基本になります。盗難とかそういったリスクもやっぱりあるんでね、これはやっぱり抜き取って自分で保管しておくということが大事ですよね。あと車載機なんですけれども、これもできるだけ直射日光に当たらないところですよね。例えばダッシュボードに設置するタイプ、まあ確かにこれはありますけれども、できれば、よくあるのが運転席の足元ですね。足元とか、あとはそうですね、助手席のコンソールボックスに見えないように収めるとか、そういった設置が望ましいです。特に ETC カードね、再発行となるとまた手続きがね面倒だったりすることもありますので、夏の ETC の対策として気をつけていただければと思います。はい、ということで本日はこの ETC カード、カードとこのチップはすごく熱に弱いのでぜひ抜き取ってくださいというお話でございました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。